皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。マインクラフト実況プレイ、今回は釣り場を作っていこうと思います。私が今まで釣り場として使ってきていたあの中途半端な睡蓮の葉の道なんですけど、ここをねだーっと伸ばして釣り場っぽくしていきたいと思っています。でね、ここにサボテンの回収所があるので、こっち側に作るか。あそこの場所はね固定で行きましょう。ではまずここですね。ここから足を広げていきます。よし、ここまでできました。そしたら使う石が、今回はこの凝灰岩にしようかな。あまり使ったことないから、これと石レンガ系と合わせていけば違和感ないっぽくない？わかんないけど一旦やってみましょう。ここの横部分にできれば石置いておきたいね。で、凝灰岩も入れていくと。さあどうかな。なんとなく変な感じがしなくもないけど、まあいいでしょう。ここをどんどんこうやって広げていって、 OK、 こんな感じ。もうちょっとこれレンガ系増やしてもいいかもな。それ後でやろう。そしたら次にここの下に対して足を伸ばしていきます。そしたらね、たくさんの塀を持ってきたので、この塀をつけていきましょう。1、2で何かしら置いてくみたいな感じにしようかなと思っております。そしたらこの間らへんにさ、鉄格子とこのエンドロッドを交互に置いていきますか。よし、置けた。そしたらこの辺一旦回収しちゃって、こうやってオレンジ色のこのガラスをもう敷き詰めちゃってから、今度はさ、ここら辺にこうやってレンガの塀を置いていって、ちょっとここから先は危ないですよ区間になってるような感じに見えるかな。ちょっとこれ荷物入れ、ここにこんな感じになりました。そしたらこのチェストを本当に設置する場所を考えなければいけない。できればチェストじゃなくて多分樽の方がね現実的な感じだったとは思うんですが、ここはちょっとチェストでやっていきます。ラージチェストにしちゃって、この中でお魚さんを保管するみたいなね、そんな感じにしましょう。そしたら睡蓮の葉もちょっと回収してしまいます。一旦ここでね出来上がりではあるんですけれども、さすがにねこれ塀が余りすぎてるので、この塀をちょっと拡張していきましょう。この横ら辺とかね、こんな感じで置いていって雰囲気作りみたいな感じにしていきましょう。いいじゃない、水面から見るとなんか綺麗だな。そして輝く額縁を作って、この釣り竿をセットすれば若干輝いて見えるんではないかと。もうちょっとだけあれ作っていきたいね、チェスト。ちょっとここを一段こうやってへこませて、ここに釣り竿を設置して完成でいっかな。ちょっと遠くから見てみますか。はい、ということで橋を上から見るとこんな感じでございます。ちょっとシェーダー入れててね、この水の感じとかも深い感じになってるんですけれども、これからはこの橋を使って釣りをたくさんねしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。